皆さんこんにちは。相変わらず自由に行き来できない状態というのが続いていますね。ということで皆様のモチベーションを上げるためにまた海外の来魚のお話をしたいと思います。今回は私自身も実際に行ったことがある香港の来魚事情についてお話しいたします。香港はウイルスの問題だけじゃなくて政治的な関係でも入国しづらい状態になっていますので、あえてお話ししたいと思います。まず一つ目の特徴としては、フィールドは街中の護管された水路というふうになります。大自然が好きという方も多いと思いますが、人の生活の身近な場所でおかっぱりで狙うというのはデンデマルのスタイルにかなり合っていますので、私的には非常にツボです。実際に行った時もコンクリートで護管された水路に巨大なアフリカンクララが泳いでいたり、プラージョンがいたりして非常にテンションが上がりました。次に紹介したい特徴としては、小型のライギョが主なターゲットになるということです。日本の場合は街中で狙うライギョというと大型のカムルチーですが、香港ではカムルチーともライヒーとも難聴数が違う、血が混じったようなあまり大きくないライギョとかプラーチョンがメインとなります。香港に行った時に案内していただいた村田さんの超過写真を見ると、日本のライギョのような太いライギョロット、丸型アブリール8号から10号の P ラインという感じではなく、比較的ライトなロットに非円形リールでそこまで太くないラインというのが分かります。香港に訪れた際に村田さんにお土産として現地のフロッグをいただきましたが、このようにかなり小さいです。ちなみに香港のプロアングラーでサバトさんと一緒にデンデン丸にも来てくれたことがあるアセンさんの記事を見ると、50センチ台のライギョでグッドサイズみたいに紹介されているので、ここからも日本のライギョゲームに比べると小型というのが分かります。次に紹介する特徴は難易度が高いということです。あまり重くないルアーを正確にキャストするという必要がありますし、他の東南アジアの国や中国本土みたいに網を入れてたくさん取ってしまって食べるみたいな文化があるわけではないので、個体数が少ないということはないんですけども、やはり人の生活の身近な場所にいるということでプレッシャーはかなり高くなります。香港で結果を出していらっしゃる村田さんも、気難しいアフリカンクララをトップで釣ったり、フィッシュイーターではない草魚に口を使わせるなど聴力の高さを感じさせます。村田さんはプレッシャーの高い管理釣り場でも結果を出しています。先ほど紹介した香港のプロアングラーアセンさんも、初めてのフィールドでナマズもライギョもしっかり釣っていらっしゃいました。こんな感じで難易度は低くないので、とりあえず香港まで足を伸ばせばパラダイスというわけではないので、しっかり下調べと準備が必要です。ちなみに私はこの辺りを理解できていなかったので、5000番のアブに8号の PE、 カムルチー用の大型フロックで狙おうとしていたので全くダメでした。もし今の状況が落ち着いてまた行くことができるようになったら、タックルを合わせてリベンジしたいと思っています。早く流行り病と政治的混乱が収まってほしいものです。次に香港におけるライギョフィールドとしてのポテンシャルについてお話ししたいと思います。サバトさんがアセンさんに教えていただいたフィールドはフロッグで激しくアフリカンクララが食ってきたそうですし、村田さんが街中を離れてダム湖に行った時にカムルチーでもライヒーでもそしてプラーチョンでもないレッドスネークウェットの小型個体を釣ったというブログを書いていらっしゃったり、他にも街中で知られていないポイントを開拓したりしています。そんな感じで一見狭い範囲に感じる香港でもまだまだ可能性があると感じさせられます。そして香港のポテンシャルを示すエピソードとして村田さんに教えていただいたエピソードなんですけども、香港マカオを含む広東省全体の文化として一切とか風習とか詳しいことはわからないんですけども、放流した魚が先祖に帰るみたいな、そのような考え方があるそうです。それによって外来種とかそのような概念もなく、いろいろ魚を逃がしてしまっているというのがあって、
あのエリアに魚の個体数が多いそうです。これは文化なので、この場所に雷魚がいるのがふさわしいとか、淡水に海水魚を逃がしたらまずいとかですね、そのようなことはもう関係なくて、どんどん逃がしちゃってるみたいです。それでこだわってる方は数ある魚の中でも雷魚を選ぶみたいです。理由としては雷魚のことを中国語で生きる魚と書くそうです。生きるという字は生命を表すので先祖返りになるみたいな感じだそうです。ですから一見雷魚にふさわしくないようなオープンの大きな川に血が混じったみたいな雷魚とかプラーチョンがいっぱいいるわけですね。ちなみに香港のダムにいるスネークヘッドはアングラーが放流したとか、ブラックバスを駆除するために政府が逃がしたとか、都市伝説がいろいろあったそうですが、真相はこの先祖が帰るみたいです。村田さんの友人がこのダムでサイトでレッドスネークヘッドがいたので狙おうと思ってこう見ていたらですね、地元の方にお父さんを釣らないでって言って止められたっていうですね、そのようなエピソードもあるそうです。そして実際に釣りをする際に必要なインフラのお話をしたいと思います。とりあえず香港は完成された都市なのでかなり便利です。 MTR という地下鉄やバスが充実しています。しかもこれらに対応したオクトパスカードというものが存在していて、これにお金をチャージしておけばタッチ決済で乗ることができます。旅慣れをしている人は安いのでバスで移動するみたいですが、初めての人は MTR が便利です。私は空港と町を結ぶ高速鉄道の往復と MTR3 日間乗り放題がついた、チャージすればオクトパスカードにもなるトラベルパスというものを買って移動しました。日本にいるうちに Google マップで行きたい場所を考えておいて、地下鉄の出口の場所をメモっておけば単独行動で香港全土どこへも行くことができます。ちなみにオクトパスカードはMTR とバス以外にコンビニとかでも使えるので小銭が発生しなくて非常に便利です。このように海外長江で秘境を目指して入国してから水辺に立つまで3日かかるとか、そのような苦労はなく比較的便利に移動できるという印象です。ちなみに私自身初めての香港で単独行動でタックルベリーで村田さんと落ち合うことができたり、迷うことなく宿まで行けたり、最終日にブルース・リー先生の銅像を見たり、一人で海で釣りをしたりもしました。ただインフラは非常に便利なのですが、香港国際空港は全然親切じゃないです。ですから正しい英語の発音を聞き取れたり、一応正しい発音で相手に伝えるぐらい、それぐらいの英語力はあった方がいいと思います。タイランドは非常に親切で入国許可証を私たちに配ってくれたりとか、あとは韓国とか台湾というのはある程度日本語が通じたりするんですけども、香港というのはそういうのが全くないです。基本的に外国人が多い国際都市として機能しているので、もしかしたら頻繁に訪れるビジネスマンやかなり旅に慣れた方々というのを相手にしているという、そのような認識があるかもしれません。しかしそこさえクリアして香港に入ってしまえば非常にインフラが便利に使える、そういう場所になっています。ということで今回は香港の雷魚釣り事情についてお話ししてみました。香港は雨具みたいな護岸された街中フィールドでフィッシュイーターがいて、思い入れも強く、私自身も行ったことがある上に村田さんやサバトさん、そしてアセンさんなんかとのご縁もあって皆様にお伝えすることができました。政治的にこの先どうなるか分かりませんが、早く落ち着いてまた街中のターゲットに会える日が来てほしいものです。